台東区の筆豆やっこさんいらっしゃい。皆様こんばんは。1月6日の放送で同姓同名の話題が出てる。はい。ね。さだまさしさんがいるかどうか。そうですね。先日地下鉄の車内広告、週刊誌ですが、でソニー銀行石井茂を発見。おお。石井さんの名字はすごく多いと思うので、はい、茂さんも探せば結構出てくるのでは。でもあの放送の後すぐに見つけた石井茂に即報告せねばとペンを取りました。ソニー銀行社長。ほう。石井茂氏はどんな方なんでしょうね。石井さんもあやかって今年は昨年のイメージ撲滅キャンペーンで頑張ってください。はい。もう今ね邁進しておりますから。そうそうそう。イメージは払拭できても本当は消せませんから。さて続いてのお話です。西宮市の土垣根純子さんいらっしゃい。年末に宝くじが当たって370億円を手に入れた人のことをテレビが報じておりました。370億。すごいですね。笑っちゃうしかないよね。長江が10本取れる。取れる。ね。アメリカウェストバージニアでのお話、ね、それを見た私はダメよダメよ、そんなにたくさんのお金をあげちゃう、人格壊れちゃう、一生使い切れないほどのお金を一人の人にあげてどうするの、1億円を370人にあげた方がどれだけ幸せな人が増えるか。ああ、その通りだなと思わずテレビに向かって文句を言ってしまいました。だけどさ、そんなこと言うけどさ、メジャーのメジャーリーガーの中にはさ、年俸が30何億とかさ、そうですよね。ほんなどうするんだろう、5年契約、1年数億で5年契約ったら150億だよ、5年で怪我してもね、出なくてもですからね、うん、まあなんでその歌手は評価低いのかな。おなあ、うん、あんだけ働いてあれだぞヒロ、あれって言われてもね、なあ、まあいいか、うん、ねえ、思わずテレビに向かって文句を言ってしまいました。でもいい人に当たったようですよ。会社が倒産して少し前に解雇した20名弱の従業員全員を呼び戻し、それからヘリコプターを買いたいと言っていたそうです。その従業員とヘリコプターは何の関係が。いやだから、当たったから、あ、うん、ちょっと贅沢してね、もしも370億円が当たったら皆さんは何に使われますか。私ならまず傾いてる家を建て直すのに1億円、おピースフィアにもドーンと1億円寄付し、ありがとうございます。おそれから友人を招待して50人くらいのスペースでまさしさんのミニコンサートを開催、うん、お礼は5000万くらいでいいですか。いいですね。景気いいな、景気いいな、そうですね、景気いいな、5000万か、そうですね、ほんともう半年経っちゃうぞ。それからどうすんだろう、他にすごいだろうな、370億だもんな、まだ2億5000万しか使ってないもんな。傾いてる家に1億ってよっぽど傾いてるんですね。立て直すんだ。あ、そうか、そう、立て直す。あと何使うんだろう、あとはデジカメや服やバッグ。ちょっとせこすぎませんか、うん、あとは貯金かな、貯金ね、まさしさん、もし映画をお作りになられるなら50億くらいお貸ししましょうか。あげるとは言いませんね、うん、あげるとは言わない。そうか、俺370億当たったらどうすかな。おまず、いの一番なんですけど、コンピューター系ですかね。え、コンピューター関係の何かこう。違う。370億円当たったら、もうゴルフ場作るな。ああ。作れる。やっぱ使うんだ。あ、寂しそうな顔してる。続いてのおはがき。栃木県足利市の鈴木恵子さん、いらっしゃい。バラがたくさん、本当にたくさん、色とりどりに美しく咲いている風景に出会ったとき、心が震え涙をこぼしながら自分に問いかけてみたことがあります。バラが色とりどりにわーっと咲いている風景、僕はね、ロンドンで、ロイヤルアルバートホールでコンサートをやった、はい、あの前に、近くの公園にバラ園に行ってみました。あのバラの美しかったことね、もう色とりどりの葉がバーッと咲いて、それを見て涙をこぼしながら、この人は自分に問いかけてみたことがある、
バラ色って一体何色だろう。涙流しながら、うん、風の中で白いバラ、黄色いバラ、薄紅、シンクのバラが揺れています。バラ色の人生ってどの色なんだろう。なるほどな。難しいなこれ。そうですね、バラ色だねって。将来はバラ色ってよく言うじゃない。言いますよ。小さい頃から買ってきましたよ。どの色なの。バラ色で、私がイメージしてるバラ色ってのは薄いピンクですかね。おーおーおーおお、じゃあ佐々木君赤かな。ずっと赤が続いたもんな。バラ色には違いないだろう。バラ色ですね、うん、なあ。薄いピンクぐらい。薄いピンクぐらいのはいいな。はい、黒がいいな。黒はいい。黒いい。黒バラ。ねえ、黒いバラってあるの？黒いバラは。花というのはね、大変なんだってね。今でも世界中を歩いている植物ハンターがいるんですよ。それで世界の外れに行って、この植物を発見するだけでもう大金持ちになるんだってね。ほー。ただし条件があって、その花を発見するだけじゃダメなんだって。それを持ってきて増やさなければいけないんだ。はあ。まあこれはね、大変な、もう金鉱を掘り当てるなんて昔の話だって。今植物ハンターだ。へえ、うん。何しろ植物というのはね、もう非常に国も大事にするんですよ。例えば農作物持つなんかは、うん、はい、もう種でもって全部決まるわけでしょ。はい。これのね、もう争いっていうのはね、戦争並みだってね、各国の争い。そうですか。だからその今その DNA をいじってどうのこうのっていう遺伝子組み換えなんてやってるでしょ、はい、あれもその独自のものを作りたいからっていう研究らしいね。だからバラも青が本来できない、できるはずがないんでしょ、青いバラ。だから遺伝子操作でね、青いバラ作っちゃうとかね、そういうことなんですよ。本当に自然に強い青いバラなんか交配でできちゃったら大変なことになるんでしょ。じゃあ何でもできるってことですよね。何でもできちゃうんだろうな、そういうこといいのか。そういえばなんかクローン人間がどうしたっていう、はいはいはい、怪しげな話が伝わってきてたけどもさ、なんだかな。なんだかどうも。クローンはやめないかというおはがきを読みましょう。ほう。名古屋市の上田美幸さん、いらっしゃい。いらっしゃい。西尾匠さん、西村智美さんに待望の赤ちゃんができたそうです。おめでとうございます。よかったね、本当よかったよ。もう佐田さんと匠さんのファンである私にとっても大変嬉しいことで、智美さんのエッセイで読んだ不妊治療や流産の経験談が頭をよぎり、涙が出そうになりました。同じ悩みを抱えている方々の励ましにもなったんではないでしょうか。苦労しましたからね。もう子供が好きですから、あの二人は。ですからもうどうにか子供が欲しいと思って一生懸命治療したんだけど、ダメだね、諦めようねって100キロ走ったらできちゃった。はあ。あ、100キロ走った、うん、すごいですよ ね。でもそれだけに大事にしてほしいし、まだまだね、安全ともまだあと数ヶ月はね、よし大丈夫だっていうところまでなんか安心できませんからね。ともみにも無理すんなよ無理すんなよって僕一生懸命言ってるんですけどもね、匠が一生懸命かばってるんですけど、ともみがもう責任感が強いですから、仕事に対してね。あ、ですからもうそういうことが、妊娠したということが分かる前に入っていた仕事はちゃんと遂行しなければいけないとかね、そういうこと言うんですよ。もういいからって、緊急事態だからって言いなさいって言うんだけどね。ですから業界の関係の皆さん、ともみがドタキャンしても怒らないでホームページの妊娠報告を読ませていただきましたが、喜びがひしひしと伝わってきました。その中に素敵な言葉がありました。赤ちゃんを神様から預かったので、責任を持って育てて返さなきゃいけない。あ、ね、母として感銘を受けました、うん、一時の母として感銘を受けました。ああ、そうだよね。子供が欲しくてできない人いっぱいいるわけだから、もういらなくたって産んじゃう人もいるけども、うん、欲しくてできない人のためにも命についてやっぱり考えるきっかけになっていいですよね。そうですね。こういうものっていうのはね、本当にね、彼らもね、自分の人生がああなるとただの自分の人生ではないということですよね。まあ自分の人生って簡単に言うけれども、自分の人生を自分の人生通りに歩けない人もいるわけです。こういうおはがき。歌うたいちっちさん、いらっしゃい。ある朝、夫がこんな教育もあるんだなとつぶやいた。その新聞記事は拉致被害者の曽我ひとみさん。この曽我ひとみさんがお母さんとの思い出を語ったものでした。どうしても新しいセーターが欲しくて、家のお金を持ち出して買ってしまったひとみさんを、うちが貧乏で買ってやれなかったからだねと少しも責めなかったお母さんの優しさに、二度とこんなことはすまいと心に誓ったとのことでした。涙する私に許すことも教育になるんだねと夫。
佐田さんも先日叱られると思っている時に叱っても無駄と言われてましたが、十分反省し自分を責めている人にはその苦しみに飲まれてしまわないように手を差し伸べてあげることが必要なのかもしれませんね。去年息子が近所のおじさんに暴言を吐いてしまい、後で謝りに行った時、笑顔で心よく許してもらえたことに心を打たれ、二度と汚い言葉を使わないぞと決意していたことを思い出しました。自分の感情にとらわれているとなかなかできないこの許すという教育、母親として課題を与えられた朝でした。難しいですよね、やっぱりそれは人間は感情の生き物ですから、そうそう思い通りに自分を制御できないし、頭きた時にやっぱり頭きたっていう態度を取るのは普通の人間ですから、それを責めてはいけないんですね。でももう一回り大きい俯瞰でいろんなものを見ている自分が いるといいなと思います。例えば小説なんか書いてますとね、俯瞰で一人の人生を見つめていなきゃいけないっていう、そうなるとね、自分の実人生なんかもそういう目で 見つめていなければいけないっていう思いに駆られますね。ですから本当なんていうのかな、いろんな真実があるんだ、真実というのは必ずしも一つではなくてね、まあ本当は一つなんだろうけども、一つの真実が全ての人に当てはまるわけじゃないっていうこともね、僕なんか教わります。こういうおはがき、はい、ラジオネームブルさん、伊勢崎市からいらっしゃいませ。息子がまだ小学1年生で、毎日毎日、ひらがなの練習が続いていた頃のことです。その日の宿題は日の文字を練習するプリントでした。お手本を参考に10回ほど日の字を書き連ね、続いて挿絵を見て日から始まる言葉を書き入れるようになっていました。息子が絵を見ながらひよこ、羊、ひまわりと書き進めました。その隣には山際から太陽が頭を覗かせている絵があったんです。ちょっと考えている風だった息子はしっかりとした筆圧で東と書きました。なるほど、今まさに太陽が昇り来るところと見てこう書いたんだね、東西南北もいつの間にかしっかり覚えていたんだねと感心しておりました。翌日先生にチェックされたプリントが返ってきました。そこに東は消され、日の出と赤ペンで書き直した先生の文字がありました。え、どうして？確かにこの挿絵からすれば大抵は日の出や日の入りという言葉を思い浮かべるのかもしれません。でも東だって間違いとは言い切れないですよね。せめて息子が書いた東の文字も消さずに、その隣に赤ペンで日の出という言葉もありますよとか添えてくれてもいいのになと思った私は意固地でしょうか。そんなことありますよね、全くおっしゃる通りです。つまり今何か教えるってこともとっても難しくてね、自信を持って教えることって本当できないんですよ。何が正しいのかってことに、国語っていうのはね、私たちが日常使っている言葉、日常語の中で例えばね、最近の若い人たちはすっごいいい男が店にポンと入ってくとヤバって言うでしょ。お女の子はおヤバ、かっこいいの見るとヤバいって言うんだよね。逆にすごいなんか英語でもクールっていうのはかっこいいっていう意味に使うみたいに、なんかすごくいいなっていう代わりに渋なんて言うじゃない、はい、だから言葉って変わるんですよね。だからどれが正しいということが本当に明確にね、証明できない分野なんで、こういう言葉難しいですよね。だからそうすると全部が正解になってしまう。僕はね、でもどうなんだろうか、引っ掛け問題で振るい落としてしまうでしょ、はい、例えば試験なんかで、それはどうなのかなと思うな。そうすると、これは引っ掛けだって分かるやつだけ、その手には乗らんぞって分かるやつだけがいい大学に入っていくとなると、人の悪いやつばっかりがいい大学に入ることになりゃしないのかなって思ったりしてね、その人がちゃんとこのことを理解してるかというのは、引っ掛け問題で間違わせるっていう方法だけが方法じゃないような気がするんですけど、出題者の方々どのようにお考えでしょうか。ちょっとそれを聞いてみたいと思います。さだまさしの、ザ・ベスト・フォー・ザ・ベスト・カップルからお届けをいたします。永遠まで。皆さんが日頃見たこと、思っていること、何でも構いません。はがきに書いてこちらまでお送りください。郵便番号 160-8000 に文化放送さだまさしのセイヤング21おはがき大紹介の係まででございます。皆さんのおはがきお待ちしています。文化放送ラジオショッピング、
今日は毎日の健康維持におすすめブラジル産プロポリス原液蜂の宝をご紹介しています。メーカーは品質の高さで定評がある蜂の宝本舗。原料には品質の良いプロポリスが取れるブラジルミナス州のものだけを使用しました。蜂の宝本舗が日本でエキスの抽出をした液状タイプです。健康維持に必要なアミノ酸やビタミン類、ミネラル、酵素、フラボノイドなどが大変豊富。飲み方は水やお湯、お茶などに10滴程度を混ぜてお飲みください。分量は 30ml 瓶が1本、1日10滴としておよそ2ヶ月分です。これでメーカー希望小売価格は9000円。今日は 5ml 入りミニボトル付き合計 35ml でお届けします。お値段は特別価格6000円、 5ml 入りミニボトルが付いて6000円は大変お買い得です。全国の配送料は無料、消費税は別に申し受けます。お申し込みは東京03-3356-9101番、文化放送ラジオショッピングの係まで。さだまさしのせいやギャグの調理人、お笑いリストランテ。じゃあ寺島君、紹介をよろしく。かしこまりました。世界の一流シェフたちも毎週聞いて。聞いてねえよ。聞いてない。聞いてねえよ。お笑いの一流シェフを目指していただくコーナーですね。そういうことですね。もう大変でございます。大変だよ。総支配に、うん、総勢104名になってきました。弟子入り許可53名、洗い方28名、食材係9名、副料理長7名、料理長5名、独立のれん分け2名。すごいね、はい、洗い方28名ってどんな長島なんだろうな。学食じゃないんですからね。本当だよな、すごいなこれ、ね。で、先週2人目ののれん分け独立しまった。こちらが誕生いたしまったってことだね。のれん分けしちゃったか。シェフの名前は井桜店舗の、名前を考えなきゃ。その前に、はい、フッチンはもう決めたんだよな。はい、フッチン決まりましたね。フッチンなんとかって、モンペジュ版、あ、なかなかいい、いい感じだったね。もうね、もっとね、モンペジュ版はちょっとフランス料理っぽいんですけども、はい、井桜にはやはりイタリアっぽいものを用意しました。イタリア料理だなっていう。期待しますよ。そうですか、素晴らしいですよ。モンペセッタ。確かに今こうイタリアの響きがモンペセッタ、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 そういう感じ。モンペセッタ、そういうこと。そういうことね。そういうことね。英語モンペセッタです。モンペセッタ。さあ、それじゃあおはがきの紹介する前にこういうはがきが来ておりました。これは福岡県の河野めぐみさん、リクエスト曲もう一つの人生をこう書いてあって、まあこれのためにわざわざ花まで書いてくれって。本当綺麗に ね素晴らしいでしょ、はい、そんなことはいいんです。暮れの紅白歌合戦を見ていた時の会話。義理の父ね、岐阜、はい、お父さん岐阜。ああ、この谷村新司の歌は何と読むんかいな、昆布のような字は。スバルです。なかなか面白かった、ね、面白いですね。メンバーを強化します。昆布、では弟子入り希望者から読んでまいろう。はい、世田谷区ゾミちゃん。年末に親の兄弟家族と集まり食事をしに行った時のこと、ね、親類って書けば済むことね。おじに焼酎の水割りを頼んでくれと言われたいとこが店員を呼び止めて、すいません、お湯の水割りください。やっぱりね、それやっぱり焼酎って言われるとお湯割りって思うもんね、冬場だとな。先日の求人広告で見つけました。ここちゃんと貼ってあります。2月中旬堂々オープン、フロアレディー25歳から45歳くらいまで時給2000円他部合あり、送り合いあり、ね、熟女クラブ星垣。
これはそういうのが好きな方にはとても惹かれるネーミングなのでしょうか。さあ、じゃあ専門家に聞いてみましょう。はい、石井さんどうですか、これ干し柿という熟女から。本当だよ。なんか期待持てます。いいですね。良さそうです。どうですか。これはですね。場所聞いてますか。あ、所沢なんですか。じゃあ今度田村と一緒に行ってください。宮崎県の木村龍之介。先日父の会社の人の結婚式に出席をした。その時のスピーチ、結婚とは判断力の欠如からするもので離婚とは忍耐力の欠如からするものです。あ、そして、再婚とは記憶力の欠如からするものです。確かに説得力はあると思うけど結婚式のスピーチが弟子入り許可。ペンネーム山猫鳥弟子。クリスマスの新聞にこんな広告を見つけました。切り抜いて貼ってあります。ふんどしをこよなく愛する男が日本全国を駆け巡る日本つれづれ紀行1ふんどしの旅。越中文俊町。その隣、男の行き。ふんどし物語。越中文俊町。素晴らしき下着、ふんどしの魅力のすべてを一冊に凝縮。100点以上の写真、イラストで解説した。ふんどし大全。ちょっと待って、嫌な本だけど読んでみたいな。ちょっと一回見てみたいですね。ちょっと試しに見てみよう、ね。ペンネームおさむいリストラされて。実話でございます。姉の上司はとても愛車精神のある人で、最初の子供にたかし、二人目の子供にまやと名付けました。はい、続けて読むと高島屋。二人目が男の子だったらどうしたのかしら。本当だね。本当だよね。うまいこと言ったね、高島屋。ねえ、それはちょっと評価 されたいね、うん。武蔵野市大島、鉄板奉行。時に1970年大阪万博が開催されていた。当時小学6年生の兄は親戚のおじさんと万博見物に行くことになった。まだ幼稚園児だった私は泊まりがけの万博見物には無理ということで連れて行ってもらえなかった、うん。兄が万博へ出発する日、私は母と近くの地下鉄の駅まで見送りに行き、どうしても一緒に行きたかった私は、僕もお兄ちゃんと一緒に万博行きたいとダダをこねた。母は、あんたはまだ無理よ、学校に入ったらね、また来年ねと言った。母の言葉に騙されていたことに気づいたのは数年先のことだった。なるほどね、噂の運転手さん、先日の夜妻と外出先から帰宅すると留守電が一件入っていた。お、誰からだろう思いながら再生してみると、酔っ払ったおじさんの口調、ピーんたー晩飯いらない、じゃねあ、まあ間違い電話にこんなメッセージなんか入れて、このおじさん帰ったら奥さんに怒られたんだろうな。本当だ、ねね、宮崎県の木村龍之介はさっき読んだな。お、2通読まれれば、はい、もう次は洗い方だ。おこの前街を歩いていたら腰を振って踊るサンタの人形がまだ出ていた。もう正月だぞ、片付けろよと思いつつ、よく見ると首に札がかけてあった。お、残業中。面白い洗い方に出世だ、早いなこいつな、うん。ラジオネーム昨日今日なら明日は帰宅。社会の小テストで先生が男女雇用機会均等法を男女包容機会均等法と書いているものが多かった。うまいことを考えるやつが多いな。なかなかね、優れた作品が多いな。龍之介はすでにもう洗い方に出世をしてしまった。素晴らしいですね。
続いて弟子入り許可されてるやつですね。ラジオネーム青い獅子。もう遅いだろって感じですが、明けましておめでとうございます。うん、もう遅いね。さてまた、私のバカ話でございます。以前クロスワードパズルをしていた時のこと、横のキーに現在の巨人軍の監督はとあったねえ。で簡単にジャーンと思いはめ込んでみた。すでにしかし縦のキーも解いてあったので、何マスかもう埋まってしまっていた。で出来上がった答えがパラタツノリ。誰だよパラって。パラタツノリ。パラタツ。そういうことありますね、クロスワードではね。マイちゃんママ。先日義理の姉とちょっと太めのその息子、小学校4年生との会話。太めの息子。僕こう見えても今日の走り高跳び70センチ跳べたんだよ。うん、頑張ったね、うん、そしたら義理の姉が少し間を空けて、お母さんなんてまたげるよ。そりゃそうだな、うん。同じくまいちゃんママはもうこれで食材係に出世。なぜ出世かというと、これが面白かったから。私がさだまさしの聖夜の21にハマったと思った瞬間、中華屋さんで接客をしている私、かしこまりましたんと言ってしまう。特に火曜日。もうすでに洗い方に出世してまいちゃんママだから、食材係に出世ですね、もうね。洗い方に出世しております。三流亭あやや。大相撲前頭2枚目の陶器関ですが、今場所は絶不調で黒星続き、途中で回しの色を変えてみたりしたそうですが、とうとう初日から7連敗してしまいました。その時の陶器関のセリフ、回し変えて勝てるならみんな変えるよ、明日はもうつけない。思わず期待してしまった。面白いです、面白い、なかなか面白い。もう焼けっぱちになっている板橋区高橋豪太。受験に役立つ歴史ギャグ。また来やがったな。アテネとテーベの連合軍はカイロネリアの戦いでマケドニアにマケドニア。アッシリアの人々は王様の命令に背いていった。アッシリアかかりのね。古代ギリシャの詩人ホメロスの詩をみんなでホメロス。ヒンズー教の偉い人が誰かを叱っています、このバラモン。アショーカ王はお釈迦様の説法を聞いて目から鱗が落ちた。アショーカ。1959年第二次中東戦争、1967年第三次中東戦争、こんな馬鹿げた戦いはもう絶対にしない半島。最後が面白かったんで思わず読んでしまいました。副料理長に出世しております。三沢広恵、街で見かけた迷惑駐車に呼びかける看板。迷惑駐車多いですね、もう冬は特に多いです。なぜですかね、冬は歩くのめんどくさいからですかね、寒いから。そうか、迷惑駐車多いですよね。その迷惑駐車に対して呼びかける看板、元のもの、ここに駐車された方はご連絡なくレッカー移動します。そのご連絡なくのところが書き換えられ、いつの間にか遠慮なくになっていく。さらにそれも書き換えられ、容赦なく。容赦なく。金子陽一郎副料理長。中学時代の友人に消防士になった男がいるんだが、こいつの息子の育て方は徹底している。まず4歳の息子のともくんに自分のことを父上と呼ばせている。ほう、素晴らしいね。だから仕事から帰ってきたやつの顔を見ると、ともくんは父上お帰りなさいとご近所にまで響き渡る大声で叫びながら一目散に駆けつけるのだそうだ。まあそれは良い。しかし徹底しすぎてるんじゃねえかと心配なのは、幼稚園でお父さんのお仕事はと聞かれた時、ともくんは火消しの頭と答えるんだ。ちなみに将来何になりたいのと聞かれた時と、お友達が宇宙飛行士、プロ野球選手などと答える中、トモ君は元気よく日付盗賊改めと答えました。こういうやつは好きだ、非常に好きだ。副料理長からっ風。中学2年の息子が川で釣った土壌を飼い始めて1年半。よく飼えたね、そんなもん。
釣った土壌、餌もよく食べ丸々大きくなり今では体長16センチにもなった。おお、すごいね。6インチか。ある日餌を与えている息子が早くうなぎになれよと真顔で。なんだよ。しょうがない。なるわけねえじゃねえか。真顔で言ってたってのは怖いけど。おいっすどん、なおかつ三流亭正人。入り口が自動ドアになっているトイレに入った。中に入ると自動的に消えていた電気がついた。お、便器の水が用が済んだら自動的に流れた。手を洗う水も自動的に出てきた。触ったのが自分のものだけだった。ああ、素晴らしいね。素晴らしい。じゃあもうすでに料理長に出世して、今の連中は全員料理長に出世。おお、はい。もう料理長に出世しているものを読みます。はい。これ独立。おお。ね。はい。那覇市吉田住江。私の働いている厨房で最近あった事件です。豆腐チャンプルーの中に小さなネジが入っていたとお客様から苦情が来た。なんでそんなのが入ってたんだろう。ねえ、何のネジかはっきりさせてもらわないとこっちも気が済まないねとかなり怒っているお客様。その時その場の空気が読めない若い見習いコックが、私の頭のネジでーすと。おどけて見せた。お客様の怒りの炎に油が注がれた。ぼやで済んだはずの厨房は全焼した。ああ、燃えちゃいましたか。あの空気読めないやつっているよね。ねえ、そうだよね。石島ひろみ、職業ギャル。十数年乗った我が家のトラックを買い替えた。他に2台乗用車があるが、それらももう12年9年と乗っている。そのため我が家の車にはどれにもエアバッグがついていなかった。ああそうか、そういう昔だと全部に装着されてるわけじゃないですからね。新しいトラックにはエアバッグがついている。家に届いた時に嬉しくって思わず言ってみた。わあ、ここにエアバッグが入っているんだと、ハンドルやダッシュボードあたりを撫で回し、使ってみていい。使ってどうする、ね、松戸市白鳥正俊。はい、来てます。おお、来てる。おお、なんだっけ、一流ね、一流。先日70歳の母の誕生日にユニクロでフリースを買ってあげた。あったかいもんね、冬よね。母はとても暖かいと大喜び。昨日も近所の奥さんに自慢してました。このユニクロね、フリースで買ったんですよ。以上、出世ね。よし、独立。独立、はい。さあ、もう独立した伊豆倉菊を、なんだっけ、今週つけた、はい、モンペセッタ。モンペセッタ、はい、モンペセッタの店長から来ております。自慢するわけではないが、うちの娘小学校2年生はお父さんっ子である。どこへ行くのでも一緒である。下手をするとトイレまでついてくる。もちろんお風呂も一緒である。父親に似たせいか最近かなりひょうきんになってきた。バレエの発表会が終わり、着替えて出てきた娘に、受付にお花が届いているよと言ったところ、ロビーにこだまする大声で、花よりまんじゅうと叫んだので、それでも嬉しいことに、お父さんといつまでも一緒にいてあげるからね、なんて言ってくれる。そうか、どこまでもお父さんについてきてくれるかいと聞くと、うん、たとえ近所の果てまでも。なんだ。近所止まりだった。以上でございますね。はい、今日の一押しメニューいかがでしょうか。はい、広田先生。そうですね。今日忘れられないのがありますか。ネジですね。ネジ。あ、ネジ。ネジね。ネジはすごかったね。ネジは沖縄の吉田澄江さんですね。はい。ネジね。沖縄の方ですね。はい。差し上げましょう。はい、沖縄の方。沖縄ですけど。ね。それからあとは残業中も良かった、ね。残業中だのね。良かったですね。弟子入り希望の龍之介、はい、これ行きましょうかね。宮崎ですから行きましょう。あ、宮崎、沖縄に宮崎。ね。舞ちゃんママ、かしこまりましたんと言ってしまった。この3人に一ついかがでしょうか。はい。あと他にありますか。もうないですね。はい。はい、では以上の方に
イタリアンレストランモンペトクア渋谷店五反田にあります。ご飯屋モンペトクアズバー以上、北は渋谷から南は五反田まで、世界に広がるモンペトクア全国チェーン、こちらで使えます2000円分のお食事券プレゼントでございますね、はい、なおあのモンペトクア渋谷店は電話予約が必要となります、はい、さてこのコーナーでは美味しいギャグハガキを大募集しております。素朴な味の実話、熟練の技の創作などあなた流に調理してこちらまで送ってください、はい、郵便番号 160-8000 に文化放送さだまさしのセイヤング21お笑いリストランテの係まででございます。なおモンペジュバン、モンペセッタは架空ですが、モンペトクアは実在しております。以上お笑いリストランテ、今夜はこれにて閉店。お父さんの仕事、お父さんはお掃除のプロをやっています。みんなができないすごいお掃除をするんだって。お掃除の話になるといつも大きな声のお父さんがもっと大きな声になります。ビールを飲むともっともっと大きな声でとても嬉しそうにお掃除のやり方を教えてくれます。でも私はお掃除が嫌いです。私がお掃除は嫌いと言うとお母さんに似たんだなと言って大きな声で笑いました。プロの技術で家中お掃除、これもダスキンの仕事です。結婚して今年でもう32年になります。子供も今では大きくなって家の中もなんだか寂しく、猫を飼うことにしました。主人は最初そのことに反対でしたが、今では寝る時も一緒という可愛がりようです。家の中ではいつも猫と一緒という生活なので、少し喘息気味の私を気遣ってか主人が空気清浄機を借りてきてくれました。心なしか主人も優しくなったような気がします。始まりは猫のみーちゃんでした。空気清浄機のレンタルもしています。いろんなダスキンに出会ってください。さだまさしのセイエイヤー。川崎市の杉原京子さんの微笑みポスト、いつも楽しく聞いています。ある夜のことです。小学校4年の息子がお風呂に入ろうとした時、珍しく早い時間に帰宅した主人との会話。息子、父ちゃん一緒にお風呂入ろう。父ちゃん先にご飯食べるわ。一緒に入ろうよ、風呂上がりのビールは美味しいです。ほんなら入ろうか。お風呂から出た息子は主人にビールを出しついであげていました。こういうところはしっかり父親の背中を見て育っているんですね。まあこういうセリフにお父さんというものは弱いもんでございましょう。なかなかね、子供というのは侮れません。ちゃんと親の背中を見ながらきちんと成長しております。こんなおはがきが来ております。三重県の阿賀郡の中条美穂さん27歳。引っ越したので1時間しか聞けません、涙。でも気を取り直して新天地初のおはがきを書いてみました。おたしたクラブのニューバージョンを聞かせていただきました。クラシックバージョンとどちらが好きかということでしたが、私はクラシック派です。歌い終わった後のピアノのコーンという何とも中途半端なあの音、私はあれが大好きです。あの音あってのクラシックバージョンだと言っても過言ではないでしょう。お願いです、クラシックバージョンを残してください。ニューバージョンと交互に使うというのはいかがでしょうか。ぜひご検討を、はい、あの仰せの通りにいたしましょう。それでは、本日はクラシックバージョンでお届けいたします。本当にあの中途半端なピアノいいですね。あれやっぱりどういったらいいんでしょうか、あの肝ですね。そんな感じがいたしますね。さあ、私たクラブはアンアン通りの人々、都会での長い会社勤めを終えた私の大おじたちは故郷の諏訪に小さな家を建てて2人で仲良く暮らしています。子供がいないせいか気が若く、大おじ87歳、大おば80歳にはとても見えません。二人ともゴルフが大好きで、現役の諏訪市のアマチュアゴルフクラブ会員の最高年齢者です。真っ赤なお揃いのベストを着てのゴルフ姿はとても微笑ましく、明日はゴルフなんて日の前の晩はまるで遠足にでも行く小学生のようにお天気を気にしながらウキウキそわそわ落ち着きます。まあ
気持ちはよくわかりますね。明日ゴルフという日の前の日は、ええ、なかなか寝つかりません。やっぱりそういうもんですか。もうなんかもうどうしよう、アンダーが出ちゃったらなんて思っても出ません、もう若い時のように勝敗にこだわるよりも楽しむゴルフですが、昨年なんと86歳にしてホールインワンをやってしまいました。みんなびっくり、これで3度目です。はー、出費が痛いと言いながらまんざらでもない様子、ぜひ佐田さんとお手合わせしたいと申しております。毎日2時間の散歩は欠かしません。実現したら嬉しい。元気な年寄りは私の良いお手本です。あ、諏訪市でしたら可能性ありますね。今も最も諏訪の方ではゴルフなんかできませんね。近くてもやはり甲府の平まで行かないと無理ですけどもね、そうですか。すごいな、86歳でホールインワン、3回目86歳で3回もできるのにお前はなんや、ヒロ情けないね。ということでこのコーナーではですね、小さなお子さん、あとおじいちゃん、はい、おばあちゃんの温かい言葉や無邪気な行動、元気な姿など思わず微笑んでしまった、また元気が出る、元気をもらったというおはがきをお待ちしております。はい、宛先は郵便番号 160-8000 に文化放送さだまさしの西ヤング21微笑みポスト、またはお達者クラブの係まででございます。皆さんのおはがきお待ちしています。さだまさしの西ヤング21、この番組はダスキンの提供でお送りしています。お母さんの仕事、僕のお母さんはとんかつ屋さんで働いています。なぜかというと、お母さんはとんかつが好きだからです。僕もとんかつが大好きです。お母さんは毎日でも食べられるようなとんかつを目指してるんだって。毎日とんかつを食べられたら最高だと思います。僕もその毎日食べられるとんかつを一度食べてみたいと思います。うちでも作ってくれないかな。毎日食べられるとんかつ、ヘルシーで美味しいとんかつレストラン、カツ&カツ。これもダスキンの仕事です。突然の雨、私はとりあえず近くのカフェに逃げ込んだ。とりあえず入ったので、私は店員さんの勧めるままベニエとカフェオレを頼んだ。初めての味だった。何でもニューオリンズ風なんだそうだ。私にはちょっとピンとこなかった。私はずっと窓越しに外ばかり見ていた。雨はしばらくすると止んでいた。始まりは夕立でした。ニューオリンズのカフェオレとベニエ、カフェデュモンド、いろんなダスキンに出会ってください。さだまさしの同じものを何日続けて食べられるかって話をここでしてたんですけども、はい、テラちゃんは同じものを何日続けて食べられる？あ、結構いけますよ。あ、そう。私過去チャーハン、チャーハン、うん、チャーハンはいきましたね。あ、何日ぐらい？10日ぐらい。もちろん3食じゃないですよ。あ、もちろんもちろん1日に、うん、毎日同じもの1回は10日ぐらい。あ、僕10日平気なものはうどんぐらいですかね。あ、うどんですね。うどんはもう10日でも20日でも多分平気ですね。え、サラさんはどうですか？え、例えばこうずっと同じものを毎日、あの意外に、あの大丈夫だろうなって思うのはやっぱおにぎり。おにぎりは大丈夫でしょう。おにぎりは毎日でも平気ですよね。毎日でも。お寿司も毎日でも平気ですね。お寿司でも大丈夫ですか、ね、お寿司はね、毎日でも平気です。あのね、なぜかというとね、フードファイトっていう番組に僕出た、見ましたよ。2度、ね、2回出ましたね。あれ、いや、その1回目の時にその、あの草薙君と対決したんですよ。やりましたね、お寿司で、回転寿司で、はい、あの時1日お寿司食ってたんです。あれ本当に食べてたんですね。あ、本当に食べるんです。あれは、あの本当に僕は食べたんですよ。まあ、でも全員が本当に食べるわけではないみたいですね。ほうほうほう。こんなに本当に食べてくれてありがとうって言われましたから。おでも本当に食べたんです、あれ。お寿司をね、もう次から次ですよ。うん、あれね、何貫食べたんだろう。30貫じゃ効かないですよ。はあ。うん、でもあのその1日かけてですけどね、おそらくもっと食べてますね。でもその翌日ちゃんとお寿司食べましたよ。それは望んでですか？うん、そうそう。あ、そう、寿司食べたくなったんだ。うん、食べたくなったから、たまたま寿司屋で、あの友人と待ち合わせたんで、行ったら食べましたよ。食べられたんだ。うん、食べられた。
肉はあんまり得意じゃないけど豚肉は平気ですね。ほう、じゃあとんかつ。とんかつ大丈夫ですよ、僕毎日しても。毎日毎日大丈夫です。ラーメン何しても大丈夫です。ひろたはダメだ、本当にこいつは同じものは食べられない。ね、ダメ、うん、でもこの間すごかった、ね、おとといすごかった。あのね、フィレオフィッシュ3個とチーズバーガー2個を食べた。一度にですか？一度に、いっぺんに食べ過ぎでしょ。いやいやいや、好きで食べてるわけじゃない。まあ今度は石井が挑戦するんですけど。へえ、ね、いけるもんですね。まあ、そうそう、いけるもんですね。僕はね、その時チーズバーガー2個とフィレオフィッシュ1個が限界でしたね。それでも3つ食べた、ちゃんと、ね、でもう1個行こうかなと思って、フィレオフィッシュここまで来たんですよ。だからうんってこうなりましたね。そこまででしたね。うん、フードファイトやってたんですか？そうそうそう、フードファイトやったんですけどね。さあ、おはがきを読んでまいろうかと存じます。苫小牧のハガキを選んでしまいました。失礼いたしました。高崎市の下田美和さん、いらっしゃいませ。先日ハガキの紙質が変わったんじゃないかって、はい、ありました、いうお話がありました、普通ハガキは 2種類ありまして、インクジェット用パソコン印刷に使うハガキで、時の色が50円の時の色がカラーなのがインクジェット用だそうです。はあ、カラーなのが、あの切手の部分ですね。あのこの切手の部分、時が描かれてますね。この時の色が、カラーがインクジェット用。おお、あ、これ、あ、カラー、これカラーだ。カラー、何色も何色も使ってるという ね。ブルーが背景だったりとか、そうそう、ブルーが背景でオレンジとかなんか使う、はい、で普通のハガキというのはグリーンなんです。その時の背景が、はいはい、ね、本当だ。うん、でこれが今までのハガキです。はい、インクジェット用は色を乗せるためにできているから、万年筆などで書きますと引っかかる感じがするはずです。おなお、絵手紙などを書くにはインクジェット用の方が合っているようです。あ、ちなみに年賀状、昔は版画用と普通はがき用と2つあったんだそうです。その版画用が今ではインクジェット用になりました。あ、いや、版画用ってのは知りませんでしたね。版画用ってのは知らなかったんですね。へえ、版画なんてそんな面倒くさいことしないもんね。ね、昔は芋版でこうやってましたよ、ね、画商なんて書いてる。そうです。押したら全然字が逆だったりして、そのまんま掘っちゃってね。怒られたことなかった。何しようねんと思ってんだかとか、なんとか言われて、また無駄にしようやかねえとか、遊ぶとやってるやめなさいとか、なんとか言われて、あれ削ってまた食べたりなんかして。芋版だからね。ねえ、恐ろしい話でございます。栃木県足利市の鈴木恵子さん、いらっしゃいませ。地球一周は4万キロですね。およそ4万キロと言われておりますよね、はい、では地上10メートルのところに高速道路を作り、地球をぐるりと一周したとします。その道路は地球よりもどのくらい長いと思いますか、というご質問です。どのくらい長いんだろうね。高さ10メートルで、要するに10メートル、4万キロの10メートル上をこういくからっていう、ね、長くなる。ものすごそうだよね。そうですね、ものすごいと思うよね。ざっとでどのくらい長いと思う。ざっとでどのぐらい長いと思う。その10メートルの高さの高速道路だよ。10メートルだから4万キロの10メートル上を、まあ、4万キロ行くわけです。外回るわけですから。答えは 62.8 メートルです。長さは。わずか。円周率を 3.14 で計算した場合。はい。元になるものは太陽であろうが、皇帝のトラック一周であろうが、答えは同じなんです。式で言いますと、はい、2π かっこ r プラス10かっこ閉じマイナス 2πr イコール 2πr プラス 20π マイナス 20πr イコール 20π かっこメートルかっこ閉じ。これがもうそう当たり前じゃんとおっしゃる方は理数系の方。そうですね、僕ら文化系は、はい、何のこっちゃさっぱりわからん。そうですね、全くわかんないですね。娘が中学の時、数学の授業参観で出された問題でした。
見ていた私は5000キロぐらいかしらと漠然と思ったんです。公式に当てはめればすぐに分かるのに、人間は目先の条件に惑わされる生き物なのだとつくづく思いました。まあ、その公式知りませんから僕は。そうですよね、我々も常に非公式ですから。お上手、ね、そうですよね、でも今一番自分で悲しかったのは、私今からおそらく10年ぐらい前だったら、この今のアイデアというか考えに必死に食らいついていこうとしたと思うんですね。ああ、どうにか理解しようと、なんとか頑張るぞって。なるほど。今投げ出しました。もうそうだよね、取っちゃったのかな。俺は、まあそれはアホを助長しないためにはちゃんとした数学教育が大事なのはもう100も承知で、こんな無礼なこと言うんだけれども、加減上場以外役に立ってないんだけど俺。ですよね、あんまりいらないんだ。全然いらないと言っていい。だからといって勉強するなんて言ってんじゃないんだぞ。このところが公共の電波の難しいところだね。そうです。勉強しなくていいんだっていう本物のアホが現れるから基礎ですからね。基礎だから、基礎だからね。やってきたね。そうか、すごい人がいるもんだな。ああそうかって思ってるやつがいるんだろうなと思うと腹が立つな。当たり前じゃんとかなんて言ってんだろうな、ちくしょうね。その私の声優21。この番組はダスキンの提供でお送りしてます。お父さんの仕事。うちのお父さんは真っ暗な朝4時からお仕事に行きます。ドーナツ屋さんの店長さんなんです。お店に行くとまずドーナツの粉をこねるんだって。ドーナツってどうして真ん中に穴が開いてるの？って聞いたら、向こうを覗いてみるためなんだよとお父さんは言いました。向こうに何が見えるの？って聞いたら、みんなの幸せな笑顔だよと言って、お父さんは真っ赤になりました。一点一点お店で手作りミスタードーナツ、これもダスキンの仕事です。一人暮らしを始めてもう3年になります。飯はいつも外食なので、料理を作ってくれる彼女が欲しいと思います。でもこの前岡田君に誘われて丼のお店に行きました。そのお店にはネギトロ丼などの海鮮丼からカツ丼まであり、これで僕の食生活も格段にグレードアップするなと思いました。料理を作ってくれる彼女はもういりません。でもデートをしてくれる彼女は欲しいんです。始まりは岡田君でした。素材を生かした美味しい丼、ザ・ドン、いろんなダスキンに出会ってください。せいや、ではここで文化放送ニュースと天気予報、報道部から吉田さんお願いします。はい、ではお伝えします。福井県敦賀市にある高速増殖炉文殊の原子炉設置許可について、名古屋高等裁判所金沢支部は今日、設置許可は無効という判決を言い渡しました。この裁判はおよそ8年前ナトリウム漏れ事故を起こした核燃料サイクル開発機構の文殊をめぐり、地元の住民ら32人が国に原子炉設置許可の無効の確認を求めていたものです。今日の判決で川崎和夫裁判長は、ナトリウム漏れ事故対策の安全審査に重大な誤りがあると指摘して、一審の福井地方裁判所の判決を取り消し、住民側の主張を全面的に認める逆転判決を言い渡しました。住民側の喜びの声です。もう嬉しくて、もう何 もうそれ以上言うことはありません。もうこんなにか、結果無効確認が確認されて、もう嬉しい限りです。あ、もう良かったです。万々歳。もう本当に文殊は絶対動かしてほしくないので、本当にこういう素晴らしい判決が出て良かったと思ってます。これから弁護士の方 の詳しい話を聞いて、それから噛み締めたいと思います。原子力発電をめぐるこれまでの訴訟で住民側が勝ったのはこれが初めてで、今日の判決が安全審査のやり直しを求めていることから、文殊の運転の再開は極めて困難になりました。今年度の補正予算案は衆議院予算委員会で行われた締めくくり総括質疑の後、与党3党などの賛成多数で可決され、今夜の衆議院本会議に緊急上程され、つい先ほど賛成多数で可決通過しました。
これを受けて政府与党は明日の参議院予算委員会に小泉総理大臣と全閣僚が出席して基本的質疑に答え、30日の補正予算成立を目指します。その後31日には総理の施政方針演説など政府4演説が衆参両院で行われる見通しで、来年度予算案については政府4演説に対する代表質問の後、来月上旬に衆議院予算委員会で審議入りさせ、来月中の衆議院通過、年度内成立を図る方針です。モンゴル出身の力士で大関の朝青龍が満場一致で横綱に推薦されました。これは今日開かれた日本相撲協会の横綱審議委員会で決まったもので、相撲協会はあさっての午前理事会を開いて横綱昇格を正式に決めます。横綱朝青龍が誕生すれば通算68人目で、モンゴル出身の力士では初の横綱誕生となります。ところで大相撲横綱審議委員会の渡辺恒雄委員長が辞任しました。理由など詳しいことはまだ分かっていません。以上、この時間の文化放送ニュースをお伝えしました。1月22日にリリースされた CD ミス DJ リクエストパレード1981-1985に収録されている柳ジョージの星空のサザンクロスを聞きながら天気予報をお伝えします。発達中の低気圧の影響で日本列島今夜から全国的に荒れ模様の天気になります。明日の朝までに関東地方、伊豆諸島の多いところでは60ミリから100ミリの雨が予想されています。また明日は低気圧が遠ざかって日中は晴れる見込みです。気温も今日より10度近く高くなるでしょう。東京地方今夜は雨、明日は晴れ、降水確率は明け方まで 20% ですが、明日日中は 0%、 日中の最高気温都心で13度と予想されています。以上、天気予報でした。さだまさしの さだ総研。こんばんは、さだまさし総合文化研究所の社長さだまさしです。そして所長はこの人、文化放送アナウンサー寺島直政君。社長大社長相変わらず聞いてますね研究が終わったら、おしくらまんじゅうしてあったまろうぜ、でもなんでおしくらまんじゅうがあるのに、おしくらせんべいとかおしくら羊羹とかおしくらケーキってないんだろうね。自然だよな、わかんねえな、わかんねえな、おめえだいいからコーナー行こうよ。はい、このコーナーでは一つのテーマをいろんな角度から研究して自由な形でハガキに書いていただこうというコーナーでございます ね、 その通りだね。今月1月のテーマは酒。それではですね、まずは私の研究を発表させていただきます、JR 西日本が調べました新幹線でよく売れるお酒のおつまみ。限定はちょっとできないんですけども、ほぼおつまみのために買ったであろうと思われる、海産珍味ベスト5でございます。海産、ね、海の産物珍味、ま、それはね、主食じゃないよ主食じゃないですね、主食じゃない、つまみと思っていいよ。つまみですから。ただお酒飲まない人が先以下が嫌いとは限らないよ。そうなんですよ、ね、え、おやつで食べる東北新幹線で売ってる、ピーナッツは結構うまい。ああそうですか、それ東北新幹線がうまい、うまい、やっぱり違うんだ、でも千葉のピーナッツだった。参りますよ、海産珍味ベスト5、新幹線でよく売れる、 JR 西日本が調べました第5位、はい、サキイカです。サキイカでしょ、サキイカです。東海道新幹線で売ってる函館小金、これはなかなか美味しい。よく覚えてらっしゃるね。覚える覚える、そうですか、覚えるさ、ね、第5位サキイカでございますね、第4位は、シーカマ。何？チーカマ。あ、それはダメ。え、ダメですか？俺はチーはチー、カマはカマで食う方だから。あの生ハムメロンもダメ。あ、もうそういうことはね、もうハムはハム、はい、メロンはメロンで食べようよ。ああ男気いや、それほどのもんじゃないけど、チーズはチーズでうまいじゃん。そりゃそうだ。かまぼこはかまぼこでいいじゃん。あのちくわの中にチーズが詰まってるのあるじゃない。あります。僕はどうかな別ですがね、別ですがいい。どうしても食えって言われたらニューって押し出して先にチーズを食べる。いました、子供の頃から分解するガキ、お前せっかく一緒に作ったのにどうして分けんの。分かる分かる分かる、俺はそっちだな。
ね、そうそう、ねうん、子供の頃から分解すると元に戻らないタイプだね、あのなんだっけ、あのよくプラモデルとかあったよ昔、はい、うちの親父と弟がプラモデル得意なんだよ、おね、組み立てんのね、プラモデルっていうのはね、もう部品がいっぱいあるから、あのこう四角いのにこうへばりついてるじゃん、こう部品が、最初はね、あれ外しちゃいけないんだってね。そうなんですか、うん、だって番号順番、うん、番号順にくっつけていくから、うん、どれが何番だか分かんなくなるんだってね、ああそうなんだ、うん、だから俺は几帳面だから最初に全部外しちゃうの、私もそれだって、やっぱし、あでもそれかなりあの精巧なやつですね、そう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 、大きいものとかね、うん、へえ、うん、それで作ったあの潜水艦がね、海行って話したら潜ったきりで悲しい話があるけどね、すごい寂しかったよ、潜水艦の墓っつうのはじゃないんですね、ないんだねないの、すいません、次行けよ次、第3位はおつまみたら、なあおつまみたら、これは僕は一言言わせてもらう、おお皆さんも評判良くないな、はい、うん、これは何、広田君もね、そう思ってると思いますよ、甘い甘い、甘いんです、おつまみたらは甘い、はあ、あのね、塩だらというものは、お海産物問屋で売っている塩だらというものは、あの富士山を伸ばしたような格好のタラの切り身、おこれに表面上に何かカビのような塩が吹いていて、これを蒸しって蒸しるときに塩気がある、これが基本です、はあ、汁気がある、はいはいはい、湿り気があって、これをもうこう剥いてるうちに塩で蒸せてしまう、そんなにしょっぱいんだ、そう、塩味のタラではなくてタラ味の塩これが塩だら、はあ、それが本物、つまみタラとはそういうものです、それを何ですか、あの甘く煮たようなあのつまみタラ、甘辛くなってますからね、しかもつまみタラというんだったら骨は取っとけよ、たまにあります、骨があんあんもうここだ、私が言いたいのは、分かりました、つまみにはうるさいぞ、はい、第3位がおつまみタラでございましたね、うん、そして第2位、うん、チーズちくわ、出てまいりました、チーズちくわ、ここですね、ここで出た、ここで出た、出ちゃった、ここですよ、参っちゃったな、第2位か、第2位だ、まあ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 、人の好みに、人の好みだからそれはとやかくは言わん、海産珍味ベスト、とやかくは言わんけど、ちくわを愛する人はチーズと一緒には食わんぞ、そうですか、チーズを愛する人はちくわなどと一緒には食わん、ははー、チーズはチーズ、ちくわはちくわ、えこのような考え方はできんかな、いやそれはそれで一つのね、うんうん、この間焼きチーズというのを買ってみて食べてみたけど、ちょっと待ってください、はい、チーズを焼いて、焼いたのを食べてみたけど、お微妙だった、うん、よくわからなかった、うん、焦げてるんですか、表面が、わからないんだ、カリカリなんだ、カリカリ、カリカリのチーズであったな、うん、だから微妙であった、食べ物があるもんですね、美味しいですかと聞かれると、で野原さんにあげてしまった、さあそして、うん、第1位でございます、はい、第1位、なんだろう、ドキドキするな、これは分かんないと思います。意外だった。はい、意外ってことだ。意外だと思います。つまみでしょ、つまみです。海産珍味ベスト5。海産珍味。ただまあ、新幹線でよくれるお酒のおつまみだろうなというぐらいのものでございます。海産珍味。あ、そっか、海産珍味か。分かった。昆布です、昆布。昆布です。社長、え当たり、そんなおつまみ大王、あ俺おつまみ大王かい。はい、昆布。その通り。昆布。第1位は、おしゃぶり昆布。おしゃぶり昆布なんですよ。これはね、ええ、ピンキリです。おしゃぶり昆布はちょっと言わせていただきます。はい、お願いします。ピンキリです、ええ。おしゃぶり昆布で湿ったのが好きな人が多い、いるんですよ。はいはいはい。へにょっとしたものが好きな人が、はい、乾いたのが好きな人もいるんですけど。僕は乾いた方が好きですね。どっちかって。乾いたのってのは硬くないですか？うん、硬いんですよ。これがいいんですよ。なんか今だし昆布を思い出してしまってるんですけど。あのね。あれでもいいです。煮出し昆布ってあるでしょ？はいはいはい。ね、煮出し昆布をね、ハサミでこう切ってね、はい、おしゃぶり昆布の代わりにできますよ。ちょっとしょっぱいけど。うん。
あれいけますよ。美味しい昆布だったらいけます。うん、で僕が一番好きなのは揚げ昆布かな。揚げ昆布、揚げ昆布うまいですよね。揚げ昆布美味しいよね。知りませんか？揚げ昆布。昆布揚げ昆布揚げ昆布。こう膨らんでパリパリっとしててこう。パリパリパリ。塩味がよくて。カネカネカネ。こう膨らんでこうポコッとこう膨らんで。そうなんです。知らない。知らない。バカで。揚げ昆布知らないの？揚げ昆布食べさせたけどね。うまいですね。美味しいですね。まあまあ昆布ってのはよくわかりますね。はい。うん、じゃあこれ今度ぜひその解散も入れないでちょっとつまみ調べてほしいですね。ああなるほど。まあ バタピーとか柿ピーがどの位置に来るか。いるのかね。うん。柿の種とピーナッツっていうのと別にして柿ピーってなりますから。はいはい。昔は許せなかったんです私、はっきりしないものは。おお。柿の種は柿の種、ピーナッツはピーナッツ。微妙に美味しいねえ、うん、あと微妙に美味しかったのがチョコ柿の種ありますね。あれは微妙に美味しかった、ね、ホワイトチョコだとかね、うん、いろいろ最近出てきて美味しい美味しい、ね、でも毎日は食わん。ああ。うん。時々。じゃあおはがきを読んで参ろうかと存ずる。おこれはね、あっちゃんママね、あっちゃんママは昨年10月ポーポーの研究で、はあ、一躍有名になりました、はい、あっちゃんママ、ね、その後も研究を欠かさず、おーポーポーの研究を欠かさず、うん、この度お酒の研究におきましても新事実を発表することになりました。ほらなんと茨城県の十王町って言うんですかこれ、おにてポポーワインなるものが発売されておりました。おお。宅配便にて実物を送らせていただきます。あらららららら。これがポポーワインです。ポポーって書いてある。ポポーワインスイートワイン。おお。そうですね。ご賞味あれ。実は私の同僚が北茨城の方に遊びに行きたった1本だけ見つけて買ってきてくれたんです。家に届いたのはクリスマスイブ。遅く帰ってきた主人にね、すごいでしょポポワインよポポワインと言ったら、おそうかじゃあ今夜はこれで乾杯かと微笑んだのですが、すかさず私ダメ1本しかないからさださんに送るのそんな殺生な見るだけ殺生だな、うん、先に飲みなあれ私後回しでいいから、私たちの分は今度一緒に見つけに行こうね。返事なし。しばらく機嫌が悪かったのですが、最近長崎から届いた精霊流しで乾杯一件落着。精霊流しっていうお酒ねあるんですけど、美味しかったそうですけども、ポポワイン、ポポワインですね。すごいなこれ。どんなんですかね。ねえ、どんなこれ。まあ今まだ私どもはオフィシャルタイムなんで、はい、いただくわけにいきませんけどね。さ、うん、これはね、鮭です。鮭。はい。鮭の恩中エスタママ。お。私実家は盛岡です。岩手県民会館ご存知です。ああもうしょっちゅうお世話になっておりますね。この4月に行くのは別の会場ですが、あそこの川に鮭が来るんです。おろろろ。北上川の支流の中津川、河口は200キロも下流なんです。200キロ上がってくるんですね。盛岡市内まで鮭が、岸辺からほんの数メートル先で鮭が産卵床を作り、卵を産み、その後も命果てるまで卵を守り続ける姿が見られ、まあおいたわしや。冬の盛岡の川には死んで白くなった鮭が次の世代に命をつないで横たわっております。9月から12月初めまで盛岡を訪れる機会がありましたら、ぜひ上の橋あたりから中津川を見てください。鮭がいますよ。おあ、鮭が買える川っていうのは綺麗な川なんだね。あ、やっぱりね、綺麗な川で居続けるっていうのは、周辺住民の努力って大変だろうね。生活排水っていうのが一番のやっぱり川を汚す原因ですからね。本当大変ですよ僕らね。特にマヨネーズの好きなご家庭多いと思いますけどね、マヨネーズなんかジャーッと流しちゃうこと多いじゃないですか、はい、あれはダメなんですよね。 あれはちゃんと新聞紙でバッとこう拭き取ってね、新聞紙で拭き取ってくれれば燃やすゴミで処理できますからね、あれ流しちゃうともうマヨネーズの跡を普通の真水に戻すのにもう何グラムでもお風呂何杯分ってぐらい水が必要になってくるんですよね。だそういうところからまあ気をつけてる主婦も ありますし、あ、初耳だわっていう方はね、今はマヨネーズに関してはそうしていただけると、はい、まあ、大変ありがたいんじゃないかと思いますね。最近さだまさしさんのコンサート見ますと
親子連れのお客様多いですね、うん、え、何か自分の生まれ育った川に子供を連れて帰ってくる鮭のような、私もできるだけ生活排水を川に流さないように頑張って生理を守りたいと思いますね。帰ってこいよ。まさかそっち行くとは思いませんでした。我孫子市の高橋優子さん、酒癖というのは皆さんいろいろとおありだと思います。結構広田酒癖いいんですよ、うん、陽気なんですよ。ただ陽気なだけじゃなくてね、なんかねこうなんかさっぱりと陽気なっていう、いいですね、うん、石井はねろれつが回らなくなります。 あのご存知かもしれませんけどもなりますからね、うん、広田はその点ただ笑ってますね。おいい酒だアホですね。結婚を前にした女性は相手の酒癖というものが気になるものです。そうですよね、独身の頃年上の女性に言われたことがあります。結婚を決める前にとにかく相手にお酒を飲ませてみなさい。それ大したことでございます。それ大したことですね、うん、全く飲めない相手というものの寂しいので彼を早速飲みに誘ってみました。そしたら出るわ出るわ。ね、うん、みんなで楽しく飲んでいる時の多少の行き過ぎは許せるとして、普段は紳士的なのに人の頭を小突きまくる、自分の自慢や愚痴ばかりこぼす、体ばっかり触ってくるスケベ、酒の席とはいえちょっと勘弁という人は割に多かったのです。うん。黙っちゃって、黙っちゃって、黙っちそうか、そうか、石井なんかうつむいちゃってるもんな。ちょっと勘弁という方は割と多かったんです。結局私の選んだ相手は普段とあまり変わらない人でした。酒品と言いましてね、酒の品、これはやっぱりね大事ですよね。あと変わらないって言っても全然変わらないのもすごいですけどね、もうギターの松原くんなんかね置物みたいな酒飲みですよ。おお、あそう、へえ、あそう、へえ、あそうっつって肘をこう右の肩の高さに置いて、これがクレーン車のように前と口と一体一体平行にね、あそう、え、あ、へえ、あそう、へえ、へえ、ずっと最後まで脇で操縦してるやつがいるねえ、そうそう、やっぱりね、それで彼の場合ニコニコ笑いながら人の話じっと聞いてますんでね、まあまあ、自分から話すことはあんまりないんですね、うん、聞き上手っていうんですかね、毎日一緒に生活する相手ですから多少陽気になっておしゃべりになるくらいがちょうどいいのかもしれませんね。今の旦那の酒癖ですか、飲むとすぐ寝ちゃいます。あれから15年お酒で泣かされた話題を話を聞くたんびにあの女性の一言が思い出されます。これは大切な一言かもしれませんね。ね、結婚を決める前にとにかく相手にお酒を飲ませてみなさいですね。これは心に銘じて、はい、男を選ぶように、女性にはお勧めしたいと思いますね。これ本当の話かな。足利市の鈴木恵子さん、蛇口をひねればお酒が出てくる。え？酒好きにはたまらない夢のような蛇口が本当にあるそうです。八丈島にあります。え？場所の名前は覚えてないんですが、海が見下ろせる観光公園だったように記憶しています。八丈島トークが終わりのさださん、きっとその場所をご存知のことでしょう。飲まれましたか。飲まない。アイハブのマネそう、なんだろうそれ、お気味だな。サービスからなんかの、え、サービス、何のサービスだよな。サービスして、そうですね、大変だ、蛇口ひねったら先が出てくるなんて。島焼酎でも出てくるんですかね、どうかね、何が。沖縄行ってね、美味しいのはね、島らっきょう美味しいね。あの島らっきょう美味しいね、美味しいね。なんでしょ、あの島らっきょうの美味しさ。あれなかなか食べられませんよね。あの本州ではないですね、餃子ニンニクとはちょっと違いますからね、似てるか、でも島らっきょう美味しいですね。向こうじゃ島らっきょうってね、でも毎日は嫌よ
いやよってね。俺は平気だな。あ、いいです、ね、毎日でも平気だな。うん、やっぱりあ、やっぱりあれだな、市川のね、ね、塩いかだな、うん、あ、岩佐当店のね、塩いか、うん、ないね。もう一つ、東京都三鷹市の伊坂幸子さん、ゆき子さんかな、酒と祈ったことがありますか。酒、酒、花が酒。ああ、僕が忘れられないのは昨年の3月20日3月21日に、3000回、ソロ3000回のコンサート、記念コンサートを東京国際フォーラム A でやらせていただいた、あの前の日の晩に桜が満開になりました。あれはちょっとね、生涯忘れられないと思いますね。昔で言えば如月の望月の頃なんですね。西行の歌にありますけども、願わくば花のもとにて春死なん、その如月の望月の頃、まさに3月の半ばよりも半ばくらいに咲かないと如月の望月にはならないんですね。その西行の願った頃に咲いた、それが自分の3000回のコンサートの前夜だったっていうのは、何かね、特別な感慨を自分で感じましたよ。酒と祈ったわけではありませんでした。学生の頃から華道を始め、花の魅力にすっかりハマっている私は、時々酒と祈ることがあるんです。華道の試験で配られた花材、花材の花びらが固く閉じている時です。ああ、そうか、咲いてなんぼだからな、なんつうな。まあまあ、それは自然のこととはいえ、咲いてほしいなと、ここで爛漫と咲いてくれるか。特につぼみの時のボタンと爛漫と咲くボタンっていうのは風格が違うからね。まあ、ああいうの考えると酒と願う気持ちわかりますね。そんな時は酒、酒と祈りながら、そーっとつぼみを手のひらで包んで息を吹きかけ、花の目覚めを待ちます。気持ちわかるよね。そんなことで花はきっと感じてくれるんでしょうね。今ではモデルテクニックをフル活用し、つぼみを叩き起こすこともしばしば。迷惑やね、ある意味では。無理やり開かされたつぼみもしばらくすると水を吸い上げ、生き生きとしてまいります。無理やり開かされるつぼみってつらいな。ただいま受験シーズン真っ盛り、受験生の皆さんの花もどうぞ咲きますように。最後まで全力投球で力を出し切ってください。リスナーの皆さんもご一緒に咲けと祈ってあげましょう。ああ、いいハガキでしたね。本当に頑張ってくださいね。はい、酒いろんな、ね、1月でございますけどね、後半になってようやくその皆さんの研究報告が盛り上がってきたところで、はい、もうお別れですかね。そうなんです、佐田総研、来月2月のテーマは雪でございますね。雪の話、もう今更雪の話されてもという感じですけどね。降りしきる雪の日の思い出ですとか、雪の日の巡り合いですとか、別れ、あと雪うさぎ、雪合戦などなどね、雪割りそうなんていうのもいいかもしれませんね。いいですね。形は自由でございます。はがきに書いてこちらまでお送りください。郵便番号 160-8000 に文化放送、佐田正史の西ヤング21、佐田総研雪の係まででございます。以上、佐田総研でございました。佐田正史のセイヤング21、この番組はダスキンの提供でお送りしています。お母さんの仕事。私のお母さんは着れなくなった子供の服を買って、それをお店で売っています。これもリサイクルよとお母さんは言います。子供はすぐに大きくなるから、着れなくなった服がいっぱいあるんだって。もったいないと思います。そういえば私の服もお姉ちゃんのお下がりです。新しいお洋服を買ってと言うけど、お母さんはいつもまた今度ねと言います。今度っていつですか。子供用品のリサイクル、ワンスアポナチャイルド、これもダスキンの仕事です。大学生活最後の思い出に、私は友達と3人で卒業旅行に行きました。その卒業旅行が終われば当分旅行にも行けなくなると思った私たちは、スーツケースやビデオなんかは全部レンタルしました。おかげで1回きりの卒業旅行をお金をかけずに楽しむことができました。今にも増してお金のなかった私は、旅費もほとんど親にレンタル。実は今でもお金返してません。お母さんごめんなさい。始まりは卒業旅行でした。賢くレンタル、ダスキンレントール、いろんなダスキンに出会ってください。さだまさしのセイヤー。
さて、このコーナーは私が気になっているもの、気に入っているものを紹介するさだのお気に入りのお時間なんですが、はい、今日は、ジョニー・ミッチェルを紹介したいと思います。ジョニー・ミッチェルと言って、はい、ああ懐かしいという方はですね、かなりの昔からのフォークソング好きだと思いますね。ジョニー・ミッチェルという人を紹介するときにどういうふうに紹介したらいいのかな。サークルゲームっていう曲はもしかしたらご存知かもしれません。アメリカの映画イチゴ白書という映画の主題曲だったのがサークルゲームです。これはちょうどベトナム戦争の最中に学生運動が非常に盛んだったんです、アメリカで。その学生運動をどうやって撲滅するかという、どうやって防いでいくかというか、まあこれは上からの力でね、どうやって閉じ込めていくかという、まあその学生運動に対する白書、これはいちご白書というものがアメリカにあった、これが、映画になったものなんですけどね。これはその当時ね、ちょうど日本でもそのベトナム戦争というものに対して、戦争はいけないことだと、でこれは阻止するべきだ、絶対に許してはいけないという運動がね、ものすごく盛んになった時期があるんです。それはちょうど1960年代の半ばから70年にかけてでした。70年安保闘争と簡単に僕らは言ってしまいますけど、いろいろ複雑な要素が絡んでいた闘争なんですね。僕も正確にお伝えすることができないので、あまり詳しいことは申し上げません。ただ、一つの根っこにそのベトナム戦争というものが現実にあったということ、ベトナムのにアメリカが、つまり、介入したということですね。戦争に介入した。でその一番大きな不沈空母の役割を果たしていたのが沖縄にある米軍基地だったということですね。これは日本の領土であったはずなんですが、そして、アメリカと日本が、安保条約、安全保障条約を結んでたんですけれども、70年以後は特別のことがない限りいちいち協議をせずに自動延長するという、そういうことに決まったんですね。その自動延長を阻止するために、本当にそれでいいのかと、アメリカとこういうことでいいのかという、もっと論議をするべきじゃないかという、もともとはそういうところから学生運動というのは非常に盛り上がったんです。そしてこのベトナム戦争を背景に日本が置かれている立場、戦争をこのまま続けていくとアメリカの言いなりになって、アメリカの戦争に日本も加担してしまうことに将来なるのではないかという危惧がその当時もすでにあったと思われます。今はまさにその危惧が現実になりつつある状況です。日本のイージス艦も派遣されました。果たしてこれ論議が 100% なされたとも思えないのですが、では政治的にこれを無視して日本は日本の独自のやり方を貫けるだけの国としての力が果たして今独立国の日本としてあるのかというと僕は疑問だと思いますね。実に情けない独立国なんですね。これは独立国ではなくて、アメリカの属国だと手厳しいことを言う人もあります。そういう要素があると思います。今こそ本当にこの国というものは何だろうかということを考えなきゃいけない雛形が60年代の半ばぐらいに揃ってるんです。にもかかわらずそういう議論が起きてこない、その背景は一体何か、これはちゃんと学生はもっともっと考えるべきだと思います。実はね、これは大きな声では誰も言いませんけれども、70年安保闘争があまりにも激しかったがために、このままでは国が安定して運営できないということから、実は愚民化のための教育を施されました日本は。でその結果見事にその扱いやすい国民になってしまったのは否めないと思います。いつ目が覚めるのか分かりませんけれども、現実としては僕は右でもない左でもない真ん中の意見を今言ってるつもりです。このままではいけないと思う思いがあれば、これは変だとまず叫ぶことから始めるしかないんですよね。とっても今難しいナーバスな問題ですから僕はっきりは言いません。ただこのジョニー・ミッチェルが全盛の頃にいちご白書という映画が大変ヒットしました。そしてこの映画によって日本の、学生たちが心を動かされた。あの当時は映画や芸術が若者の価値観に火をつけるほどの影響力を持っていたんですね。そんな意味で影響力を持つ作品がどん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 今減ってるのは事実です。いちご白書、もう一度見てみたい映画の一つですね。サークルゲーム、ちょっと聞いてみましょう。さだまさしのセイヤング21、この番組はダスキンの提供でお送りしています。お母さんの仕事、うちのお母さんはすごくおしゃべりです。すっごくすっごくおしゃべりです。
寝てる時以外はずっと喋ってます。そんなお母さんの仕事はおしゃべりをすることです。おじいちゃんやおばあちゃんとおしゃべりをするお仕事なんです。本を読んであげたり、お散歩に一緒に行ったりもするんだって。お母さんのおしゃべりはおじいちゃんやおばあちゃんをすごく元気にすると思います。お母さんのおしゃべりも役に立つんだね。私もお母さんに負けないように、もっともっともっとおしゃべりになろうと思います。シニアのための心のケア、これもダスキンの仕事です。お父さんの仕事。僕のお父さんは家に住むシロアリやゴキブリやダニやネズミを退治しています。害虫駆除というそうです。ネズミを退治するなんてすごいと思います。僕はその話を聞いた時、ちょっとお父さんは怖いと思いました。でもこの前うちにゴキブリが出た時は、お母さんがスリッパで退治しました。お母さんもちょっと怖いと思いました。大切な家を害虫から守る、これもダスキンの仕事です。さだまさしのあの花のサンフランシスコっていう歌があの当時大ヒットしたんです。ヒッピーとかっていう言葉があった頃ね、はい、でそのスコット・マッケンジーっていう人の大ヒット曲なんですけど、この人がね一旦引退したんですけど、また歌い始めたんですよ。そのドキュメンタリーこの間僕テレビで見たんですけどね、今 まさにそういう心が揺すられる時代に入ってるんですね、アメリカは。あの9月11日っていうのはそれだけのインパクトがあったってことなんですよね。で、こうあるこう自分と違う意見というものに対して反論、手を挙げて反論しないということは、その意見を認めたことになるという考え方がどっかに あるんです、アメリカ社会はね。ああ、だから違うと思ったら違うと手を挙げて言えるだけの勇気は僕らにやっぱ必要だと思います。おはがきを読んでいきます。川口市の佐野真理さん、いらっしゃい。いらっしゃい。いつかマッサンが紹介してくれた本、暗殺者が映画になったみたいです。これきっとロバート・ラドナムという人の暗殺者だと思います。読んでから見るか、映画を見てから読むか、どっちがいいと思いますって。それはね、映画見てからにした方がいいと思いますけど、どうかな。俺はもう知らこれ本当に映画になってるのかな、あれかな。もしかしたらこの間あのコマーシャルでやってた、なんとかアイデンティティ、ボーンアイデンティティっていうのはそうかな。分かりません、見てないか。記憶喪失のスパイのね、スパイのね、今スパイじゃないんですけど、ね、まあそれよく分かりません。そうですか。へえ。大田区の石川雅宏。ああ、いらっしゃい。ハッピーさんは制作部長になってたんですか。いやー、これで僕も安心してダジャレが言えます。どんどん言ってください。ね。これは、松田栄子さん。いらっしゃい。いらっしゃい。先日はピーススフィアパネル展の予告ありがとうございます。未来の子供たちに平和な地球を、ピーススフィアパネル展、1月31日の金曜日午後1時から午後9時まで、2月の1日午前9時から午後9時まで、神奈川県民ホールのコンサートのあの会場、2月3日も午前9時から午後4時まで、神奈川県民ホールの隣、産業貿易センタービル、参謀センタービルといった方が分かりいいかもしれません。の9階。隣の9階です。コンサートホールの隣の9階、参謀センタービルの9階、横浜市国際交流協会内ラウンジで展示しています。コンサートに行かれる方、ちょっと早めにいらしてご覧いただけると嬉しいですというお知らせでございます。三沢博恵さん、いらっしゃい。いらっしゃい。先日の放送で佐田さんがいいキャディーさんにつくと、その日のゴルフが気分よくできるっておっしゃってました、いいキャディーさんになると嬉しいね。大したショットでもない、広田のショットでもナイスショットなんて言われるとね、広田が肩で風切ってありがとうね。かっこつけてるのよく見かけますね。お店に行って感じのいい店員さんに応対してもらった時も、とっても気分よく買い物ができます。そうですよね、これって大事ですよね。なんだかこう木で花くくったようなお店行きますとね、もうなんかいいものでも、まあ別の機会にしようなんて思っちゃいますよね。その日も改まった席で着るドレスを探していたんです。フォーマルの売り場にいた少し年配のその店員さんは、一つ一つの服の形や生地の材質の特徴、取り扱い方法など丁寧な言葉で実によく説明してくれました。
この上着は丈が短いので洒落ていますが、ドレスの上に合わせるようになります。こちらですと形はおとなしいですが、普段の上着としても使えますよ。この生地はシワになりにくいですが、スチームアイロンで低温にして軽く押さえていただくと気持ちよく着られますよ。2着目に試着してみようと思ったのはマネキンが着ている一点物だったんです。ですが彼女はその服を手際よく外してくれまして、そして私が何より感心いたしましたのは、すっかり裸になったマネキンにさっと別のドレスをかけてあげたことです。裸のマネキンを少しの時間でも瞳にさらしたくないという女性としてのたしなみのような気がいたしました。そんな心配りのできる店員さんに出会い、嬉しい買い物ができました。なかなかこういうプロは少ないですよ。そうですね、今ね、うん、なんか言われたからやってるっていうマニュアル通りって人多いですよね。うん、ね、いや、3200円からお預かりしますっていうのもそうですね。ああ、はいはいはい、うん、ね、もうひっくり返ったのはちょうどから割りお預かりしますちょうどもうどうしたらいいんだと思いましたですけどね、ちょうどからお預かり。噂の運転手さんいらっしゃい。1月3日付の新聞でとても心温まる記事を見つけました。長崎市八景町、坂道や階段の多い高台の町に住むあるご夫婦の話でした。足腰が弱ってきた76歳の奥さんのために、78歳の旦那さんが階段を使わずに自宅から楽に出入りができるように自宅近くの川に1000万円をかけて橋を作ったそうです。えらい人いるもんだね、おい、自宅の前にこう階段を上がらないで済むようにうちの前の橋かけちゃって、またいで。えらいもんだね。旦那さんは長崎で馬車を引いて雑貨を博多さんを営んできた。一方家では毎日2升の酒を飲む。ほー、うん、その結果肝臓をやられ、この間家内は耐えてわしんために尽くしてくれた、長年苦労をかけたからと橋を作ったもう一つの理由を話していました。近々完成した愛の橋の渡り染めをするそうです。夫婦にとってやはり相手を思いやる気持ちと感謝の気持ちを忘れないことが大切なんですね。だけどなかなかできることじゃないですよね。そうですね、ねえ、偉いもんだね、76歳、76、78歳ですか、76歳の奥さんのために、78歳の旦那偉いね。こんな1日2升飲んで78まで元気するはもっと偉いですよ。2升ですからね、偉いもんだな。1000万があったってすごいですね。そんなお酒飲みで、お前もバカなこと言われるんだな。そりゃそうだな、確かに、そんな大酒飲んで1000万残ってたってのはすげえな。すごいですね。それ貯めたの奥さんなんだろうな、きっと。そうですよね、へそくいね。そうなんで、偉い人はね、いるね。嬉しいじゃないの、こういう人がいてくれるだけで。さあ、冬の季節ですから、もう一つ、藤田千代子さんからこんなお話いただきました。いらっしゃい。さだ、はい、さん、正しいうがいの仕方知ってます？あるんですか。私、うがいのプロだと思っておりました。点でアマチュアでした。正しいうがいの仕方、以下イソジンについてた説明書より俺説明書も読んでねえわ。読んでないですよ、ね、1、食べかすなどを取るために強くうがいをします。おお、1回ね、うん、はい、ね、2、はい、上を向いて喉の奥に届くよう15秒間うがいをします。そんなですか。3、はい、2をもう一度繰り返します。15秒かける2、はい、うん、なんだと思われるかもしれませんが、15秒って長いですよ。何も考えないとせいぜい5秒でした。んだよな。1ヶ月も風邪を引き続けていた私は練習を重ね、ごっくんの誘惑に勝ち、15秒できるようになりました。お、受験生の皆さん、最後の追い込みですね。しっかりうがいをして風邪に勝ってください。はあ、15秒、喉の奥で、鼻に通せる。難しいですね、うん、お茶だと通せる。はあ、もちろん濃いお茶でガラ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 とこう鼻からターッと出てくるんだ。いやいや、こう喉の一番奥まで息をしてる時に鼻にフンッとこう吸った息を鼻でフンッと吐くと、キン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 って耳の奥が痛くなって、あんやめてんっていうぐらい鼻の奥が痛くなります。一度お試しください。それはいいんだ。
いいかどうか知りません。だけどあのうがいでは届かないあたりに、こう鼻のこう粘膜の弱いところにあのバイ菌はくっつくっていますね。あそこがこう乾いたりすると、あそこにこうはびこった菌が調子に乗って、ほったらかしておくと、どんどん気管を降りて気管支まで届くと咳込むようになるって言いますよね。昔私あの高校時代、受験生ですね、おいおい、校長先生からですね、私のうがいの仕方をみんなできればやってくれ、なんか海軍のやり方、海軍のやり方、それ海軍すごいですね。塩水でそうだな、海軍だ、そうふんだんにあるからな。周り中塩水だからね、その塩水を鼻から入れろ、鼻からね、人肌に温めたぐらいの塩水を鼻からこうグッと入れて、で喉から口から出せ、口から出すんだ。ほらすごい、涙ぐみますね、痛いよね、最初痛くて、でもやっぱ人間って慣れってのは恐ろしいもんで、できるようになるのか、ぬるい冷たいのダメですよ、熱いのはもっとダメ、難しいんだ、人肌だね、人肌ですよ、なるほど、これはほら、テラちゃんやってる。いや、最近は。ああ、やったわよ、そう。鼻から通すか。鼻からね。そうな、俺ね、一度プロポリス鼻から通したことあったんだけど。どうでした？ずっとコンサートの間中鼻声だったよ。それちょっと刺激が強かった、刺激強すぎるのも良くないみたいだな、うがいぐらいにしといた方がいいな、まあでも風邪は万病のもと、本当にね、お年を召した方は風邪というのはあの大敵ですからね、くれぐれもお気をつけて、この冬のね厳しいインフルエンザ攻撃をみんなで乗り切りましょう。お父さんの仕事、うちのお父さんはお医者さんです。でも人間のお医者さんじゃありません。花や木のお医者さんなんです。散歩の時、この木何の木って聞くと、いろんな木の話を僕にしてくれます。花や木は病気になっても病院には行けないから、だからお父さんはいつもいろんなお家のお庭を回っています。でも僕のお家にはお庭がありません。お父さん頑張ってください。美しく健康な緑を守る、これもダスキンの仕事です。休みたいがうちの母の口癖である。彼女が休んでも僕はほとんど見たことがない。朝は親より早く起きる、夜は家族の誰よりも遅く寝る。母は一体何時間くらい寝ているのかはっきりはわからない。そういう生活が何十年も続いている。そんな母の57歳の誕生日に、僕は一日をプレゼントすることにした。その日くらいはゆっくり休んでほしいと思うのである。始まりは母の誕生日でした。家事の代行サービスもやってます。いろんなダスキンに出会ってください。さだまさしのせいや。白鳥丸さんのラストレター、かれこれ20年近くも昔の話である。54歳の若さで父は癌で他界した。亡くなる少し前、父は母にどこそこの飲み屋にツケがあるから払っておいてくれと言い残したそうだ。やがて大黒柱を失った後のゴタゴタも一山越えた頃に、母はふとそんな父の言葉を思い出した。その店を探し当て、いくらかはわからないが少し多めにお金を持って一人で訪れた。飲み屋のAさんはそんな母の来訪をとても喜んでくれたそうだ。本当は父の残したツケを支払ったらすぐにおいとまするつもりだったのに、まあ旦那さんのお気に入りの料理を食べていってよと引き止められ、母は生まれて初めて飲み屋に一人座ってお酒を飲んだ。親父さんは懐かしそうにいくつも父の思い出話をしてくれた。家では微塵も感じさせなかった女房や息子や娘の自慢話のことまで、母にとっては夢にも思わなかった時間であっただろう。そしていよいよ母がおいとまする時になり、その日のお代を改めて支払おうとしたのだが、親父さんはどうしても受け取ってくれなかったそうである。旦那さんがツケを気にしてくれてただけで嬉しいよ。それを支払いに来てくれた奥さんのおかげで、俺も旦那さんにさよならを言うことができた。ありがとうよ。母はそんなことを言われた気がすると言っている。これはね、あのサダ総研のお酒というテーマでいただいたおはがきなんだけれど、僕はあえてラストレターで読ませてもらいました。
なんか人間同士生きてるっていうのはね、こういうことのような気がするんだよな。こんな風に触れ合えた時にね、なんか生きててよかったなと思うほど人間っていうのはあったかいもんなのに、どうしてこう一旦憎しみの炎に焼かれてしまうと、その人の箸の上げ下げまで嫌になったり、腹が立ったりして、そしてやがては何か傷つけ合ったりするとこまで行ってしまうんだろうね。なんだか自分の心の中にももちろんそういう要素がちゃんとあることを分かって、こんなお話をしているんだけれども、みんながなんだかぼーっとして過ごせる日って来ねえもんなのかな、ピナちゃん。そうですね。ねえ。さだまさしのセイヤング21は、ハガキコミュニケーションラジオです。この短いスペースに、本当に素晴らしいドラマをたくさんの方が書いてくださいます。宛先はすべてこちら。郵便番号 160-8000 に、文化放送、さだまさしのセイヤング21、それぞれの係まででございます。そうです。もうツアーがね、はい、30周年のツアーというのが、まあ実は千葉から始まりまして、埼玉市、それから水戸、はい、さらに宇都宮と、続きましてもうすぐ神奈川を終えますと、今度は信州から新潟と、寒いところへ私行きますからね、風邪ひかないように頑張ってって感じですね。寺ちゃんも体本当にくれぐれも大事にね、はい、今日はなんか特別に寒い日だっていうんで、風邪の話ばっかりになっちゃいましたけどもね、時間が余ったの、もう一通読めばよかったかな。まあいいや、はい、まあこうやって雑談でもしてお別れすることにしましょう。こう生放送ってのはこういうのがいいね。そうですね、うん、これなんかもしもね録音だとね、音楽流してごまかしたりしたんですけど結構長めにね、そうそうそう、ね、なんかだから、あ、今週録音だなってはっきり分かると思いますよなんか曲が長いなとかっていうのもね、ね、ちょっと振りましょうか。そうですか。また来週元気でお会いすることにしたいと思います。お相手は文化放送の寺島直政アナウンサー、佐々木局マネージャーの広田康永、それから石井茂、さらにさだまさしでお届けをいたしました。セイヤング21、明日のパーソナリティは甲斐義博さんです。また来週お互いに本当に元気でお会いしたいと思います。さだまさしのセイヤング21、この番組はダスキンの提供でお送りしました。